こんにちは、粟田洋介です。今回の動画は今絵を描いている方、もしくはこれから絵を描いてみようと思っている方が参考になるんじゃないかと思い、古い動画を5本つなぎ合わせて絵の具についての動画を作ってみました。まあ一般的に使われている絵の具、水彩絵の具、油絵の具、アクリル絵の具とかですね、そういった絵の具が何で作られているのか、まあ物質的な説明ですね、それからアクリル絵の具についての簡単な歴史も紹介させていただきます。そして水彩絵の具とアクリル絵の具を実際に描いて、その描き方とか描いた感じっていうのをご覧いただきます。水彩絵の具とアクリル絵の具、どの絵の具を使ったらいいのかなって考えている方は参考にしていただけたらと思います。そして最後に絵を描くためにどんな道具が必要なのかなということで、最低限あったらいいんじゃないかなっていう画材の紹介と説明をご覧いただきたいと思います。それではまずはじめに水彩絵の具、油絵の具、アクリル絵の具の物質的な違いについてのお話になります。まずはアクリル絵の具の物質的な特徴ですね。あと水彩絵の具と油絵の具との違いもちょっとお話しします。絵の具は顔料というのは色の粉ですね。それを何かと混ぜて描きやすく定着するように作られています。油絵の具っていうのはその名も通り、顔料と油を混ぜてできた絵の具です。水彩絵の具というのは顔料とアラビアガムというものを混ぜてできていて、それをさらに水で溶いて絵を描きます。で、今日メインのアクリル絵の具というのは何かというと、これもその名の通り顔料をアクリル樹脂で混ぜてできています。アクリルというのは皆さんご存知だと思うんですけど、いわゆるプラスチックのことです。アクリル絵の具はかなり耐久性がある絵の具です。そしてまだ歴史も短い新しいタイプの絵の具です。アクリル絵の具は顔料に定着剤としてアクリル樹脂を混ぜて作った耐久性の良い絵の具と言われています。あの有名なポップアーティストロイ・リキテンスタインもアクリル絵の具を使っていたそうです。1960年代のこれらの作品は私も大好きです。そんなわけでアクリルが何十年経っても美しい色を保つことができているのですが、100年単位でどうなるかはまだ誰も知りません。なぜならアクリル絵の具の歴史はまだ70年ちょっとだからです。ウィキペディアによると、アクリル絵の具は1940年代後半にアメリカで開発されたそうです。なので何とも言えませんが、私個人としては永遠に形が残るものなんてないと思っています。でも歴史的な美術品は修復されますよね。なので私が心配することではありません。まあ私自身初めてアクリルが描いたのは30年近く前なんですけど、今でも綺麗に残っています。それらはちょっと保管してあって、まあなんなんですけど、この作品、これは2006年に描いたものなんですけど、日当たりの良い場所で15年ぐらい飾ってあるんですけど、まあこの通り全然色あせていません。まあ直射日光にこそ当たってないですけどね。アクリル絵の具で絵を描きたいと思って絵の具を買おうと思った時に間違えやすいアクリルガッシュという絵の具があります。私が一番よく使っているのはこのアクリル絵の具なんですが、アクリル絵の具とは別にアクリルガッシュというものがあります。私の知り合いでもこのアクリルガッシュを使っている人が結構います。で、この2つが同じものだと思っている方も多いようですが、アクリル絵の具とアクリルガッシュという名前が違うぐらいなので、これらは違う種類の絵の具ということになります。で、これらはアクリルガッシュなんですけど、ガッシュっていう絵の具があります。日本語では不透明水彩絵の具というそうです。で、幅広く水彩絵の具と言っているのは透明水彩絵の具のことだと思います。で、私はその透明水彩絵の具も使うんですけど、水彩絵の具とガッシュを私が分けて使っているのは、透明水彩絵の具よりもガッシュの方が色が濃くて強いんですよね。その色の濃さっていうのはブランドとか商品によっても変わってくるのかもしれないんですけど、私にとってガッシュの色の強さがすごく魅力的なので、私はガッシュを愛用しています。で、アクリル絵の具というのは私がメインで使っている絵の具なんですが、これも色が濃くて、ガッシュとの違いはガッシュは水彩なので乾く前も乾いた後も水に溶けます。でもこのアクリル絵の具は乾く前は水に溶けるんですけど、乾いてしまうと水に溶けなくなって固まります。
なのでアクリル絵の具は作品が乾いた後は水で濡らしても濡れた絵の具を上からなぞってももうこの絵の具は溶けることがありません。でもガッシュの場合は作品が乾いた後も水でこうやってやるとね、滲んで溶けてしまいます。でもパレット、これはガッシュなんですけど全部乾いています。しかし水で濡らして再利用することができますが、アクリル絵の具の場合はもうこういう風に固まっちゃうと水で濡らしてももう溶けません。そしてこのアクリルガッシュ、とても紛らわしい名前なんですが、その昔私はこのアクリルガッシュというものとアクリル絵の具というものが同じもので、アクリルガッシュっていうのはアクリル絵の具の商品名だと思っていて、で実際アクリル絵の具と一緒にこのアクリルガッシュを使ってキャンバスに絵を描いていたことがあります。なんかいつものアクリル絵の具と違う感じで、なんかすごく違和感のある使い勝手でした。まあ安いし結構使ったんですけど、なんか使い勝手が良くないなと思って使うのをやめました。でこれが実際2013年にアクリルガッシュでキャンバスに描いた絵なんですけど、なんかちょっと薄くなってるような気がします。アクリルガッシュっていうのは紫外線に弱いって聞いたことがあるんですが、実際にそうだと思います。ちょっと厚塗りするとひびも入りやすい絵の具だと思います。でもこれ悪いことばっかりじゃなくて、例えばこのガッシュなんですけど水に濡れると溶けるのでそれはそれでありがたいことなんですけど、アクリルガッシュは乾いてからは水に溶けなくなるので、この不透明水彩のガッシュの方、これとはまた違う使い勝手で描けるし、ガッシュとか水彩で描いた時に作品が濡れちゃうと水でそこが溶けちゃうんですけど、アクリルガッシュで描いた作品は水に濡れても溶けないので、そういった点はアクリルガッシュの長所なんじゃないかと思います。なので、アクリル絵の具、アクリルガッシュ、ガッシュ、なんとも紛らわしい名前なんですけど、まあ使ってみるとそれぞれの良さがあって、どれもいいものなんだと思います。水彩絵の具は絵を描くときに水で結構薄めて、サラサラした状態で紙に描く絵の具です。それに対してアクリル絵の具と油絵の具っていうのは全然違う特性もあるんですが、共通点もあって、それは2つともベトベトしててキャンバスに描くことができる絵の具です。絵の具の使い方は人によってすごい違うと思うので、これはまあ私の描き方はほんの一例に過ぎないんですけど、まあちょっと描いていきます。まずはサラサラ絵の具の水彩絵の具から描こうと思います。サラサラ絵の具とかベトベト絵の具っていうのは私が勝手に作った言葉なので検索しても出てこないと思います。今日は白黒だけで描きます。その方が色に惑わされないでベトベトとサラサラの特徴がわかるんじゃないかと思います。濡れた状態で描き始めたので、もうちょっと乾いてから描き足したいと思います。その間にアクリル絵の具で絵を描こうと思います。水彩絵の具で描いていた時はこの絵の具が水で滲んでいく状態がご覧いただけたと思います。このアクリル絵の具でも滲んだ状態で描くことができるんですが、今回はせっかくなのでベトベトに描いていこうと思います。違いになっています。水彩絵の具が乾いているのでまた描き足していこうと思います。
彩絵の具の方の絵が完成しました。この絵は猫のデイリーニュースというタイトルです。ちょっと途中録画ボタンを押すの忘れてしまって動画が途中撮れてませんでした。で、今度はこの途中のアクリル絵の具の方を仕上げていきます。こちらのアクリル画の方も完成しました。この絵は怪しい平和な場所というタイトルにしました。水で薄めてサラサラにした絵の具で描いた水彩絵の具の絵の方、そして濃く塗りたくったベトベトってほどでもなかったんですが、ベトベトの絵の具とサラサラの絵の具で描いた違いがこんな感じになります。まあ、私の描き方で私の作品で描いているので、まあ、もっといろんな描き方もできるんですけど、今日はこんな感じになりました。ちょっと何種類かの絵の具をお試しで描いてみたいっていう時に絵の具を買い揃えるのって結構大変だと思うんですけど、白と黒とか黒だけとかでちょっと買い揃えて描けばいいことなんで、それでもただではありませんけど、何色も何色も買うことがなくなるので、ちょっとお試しだと白黒で描いてみるのも一つの方法だと思います。まあ動画の中でも言っていましたが、私の描き方っていうのはほんの一例で、人それぞれいろんな描き方で絵を描いています。それがまた個性が出て素晴らしいことだと思います。では最後にどんな画材を使ったらいいのかっていう紹介とその説明の動画です。動画に出てきた猫たち、亡くなって3年になりますけど、今はこの子たちが私の心の支えになっています。絵の具のメーカーなんですけど、私はあんまり詳しくありません。私が初めて使ったアクリル絵の具のメーカーはこのゴールデンというものです。なんか学校でまとめて買いました。絵の具には高級な絵の具とか安物な絵の具とかがあるんですけど、初めてアクリル絵の具を使った時はそういうこと全然知らなくて、学校で安く買えたのでなんかまとめて買ったんですけど、このゴールデンの絵の具がそこそこいいものであるということを私は後で知りました。そんなわけで初めて絵の具を揃える時は予算さえ許せばそこそこいい絵の具を使うことをおすすめします。理由は私もそうしたからということではなくて、私自身が最初にそこそこいい絵の具を使って良かったと実感しているからです。まあ最初だから安物を買って、そんでちょっと描いて慣れてきたらそこそこいいものを使っていくっていう考え方もあるんですけど、私の考えはいきなりそこそこいいものを使った方が後でもっといいものとかもっと悪いものを使った時にその違いがわかるからです。そんなわけで最初に選ぶ絵の具の基準の一つ目はそこそこいいものを使うということです。じゃあ具体的にどんなものがそこそこ高級なものなのかというと、実は私もそんなによくわかりません。ですが私が今使って満足している絵の具の種類はこの3つです。これはレキペックスというメーカーのものです。で、これはさっき紹介したゴールデンですね。それから最近使い始めたんですけど、この U35 というターナー絵の具から出ている商品です。でこれらに比べるとこの絵の具はかなりリーズナブルなお値段で買うことができます。で、このレキテックスなんですけど、これがレギュラータイプというものです。画材屋さんに行くと同じレキテックスのブランドでベーシックスというものがあります。これはすごい安くて、で大きさもこれより大きいんですね。
で、この絵の具を使って美しい絵を描いている人がいるのも知ってるんですけど、私はこれあんまり好きではありません。何が違うかっていうと、こっちの方が濃い色が出ます。なので、濃く塗ったり塗りつぶしたり、そういう時に、この絵の具だったら一発二発で済んじゃうものが、こっちのベーシックスを使っても、何回も何回も塗っても、これを一発バーって塗っちゃった方が、すごい強い色が出るので、安い絵の具をたくさん使ってもいい結果が出ないのに対して、それより高い絵の具で一発二発でいい結果が出るんだったら、どっちがコスパが良いかと考えると、私はこっちの方がいいと思うんですね。ですが私は、こんな大きいものも持っています。なぜなら大きい絵を描くときに最初の大雑把なバックグラウンドを作ったりとか、そういう風に使うには全く問題のない絵の具だからです。これレギュラータイプって書いてあるんですけど、ヘビーボディっていうタイプもあります。あとはソフトなんとかっていうのもあるんですけど、ソフトタイプだったかな。そんなのもあるんですけど、これ何かっていうと多分絵の具の硬さです。どれもいいものなんですが、まずはじめ何もわからないで使うときに、いろんなタイプがあった場合は、レギュラーとか普通とか標準とかスタンダードとか、そういう中間のものを使って、どんなものかわかって、それからいろんなものを試していくっていうのが一つの方法だと思います。違う考え方もいろいろあると思うんですけど、私のおすすめは迷ったら中間の普通のもの、標準のものを選ぶということですね。で、U35 ってやつ、これも結構いい絵の具だと思っています。で、安いので、これは結構おすすめです。で、このリキテックスの12色セットっていうのがあって、これの値段が税抜きで4433円に対して、U35 の12色セットの税抜き価格は3000円ぐらいなので、こっちの方がお得です。このリキテックスの12色セットも、この U35 の12色セットも、最初に使うのにいい色が揃っていると思います。この12色、まあいいなと思ったのが、私自身何種類かの青とかを使うことによって、青のバリエーションを知ることになったので、何色かの青が入っているっていうのはいいなと思いました。あとは茶色とかグリーンとかも何種類か入ってたので、描くのにすごく充実してるなと思いました。でも予算に余裕のある方には、この18色がおすすめです。で、セットで買うのもいいんですけど、こんなの高くて買えないとかそういう場合は、少ない絵の具を買って色を混ぜて使ったらいいと思います。おすすめの色なんですけど、まず2本買うんだったら、例えば白と黒を買ってみる。それで白黒の絵を描くとか、もしくは使いたい色だけ買って好きなように描くというのも一つのいい方法だと思います。それで買い足していくっていうこともできますよね。あとはちょっと難しいんですけど、なるべく少ない色で、なるべくたくさんの色を混ぜて作ろうっていう人のために3色おすすめの色があります。それがライトイエロー、マジェンタとシアン、この3色です。この3色があればいろんな色を作ることができます。これに白と黒を買い足せば、蛍光色とメタリックとかそういう特別な色以外はほぼほぼ何色でも作ることができます。あと絵を描くのに必要なのが筆ですね。筆はアクリル絵の具用というのを選んでください。で、筆もいろんな太さとか硬さとか形のものがあるんですけど、どういう筆がいいっていうのは個人差があると思います。なので最初は基本的ないくつかの太さの丸筆とか平筆っていうのを揃えるといいと思います。こういう丸っこい丸筆っていうのと、こういう平べったい平筆ですね。もしくはこういうセットですね。丸筆とか平筆とかいくつかの太さが入っていて、こういうものもおすすめです。で、使ってるうちにもっと太いのが欲しいとか細いのが欲しいとかね。あとは違う種類の筆も試してみようとかなって少しずつ買い足していくといいと思います。次はパレットですね。いくつかのパレットを紹介したいと思います。まずはペーパーパレット。使って、使い終わったらビリッと剥がして捨てるような感じですね。これ私使ったことないので何とも言えないんですけど、使っている人を見て、まあ普通に便利なものだと思います。大きさもいろいろあって、小さいものだとこのハガキ台のサイズのものですね。税込みで200円以内で買えます。で、30枚入っています。
で、これも私使ったことないんですけど、ウェットパレットというものですね。下に濡れたスポンジみたいのが入ってて、その上に特別な紙が乗ってて、絵の具が乾くのを防止するような感じになります。なんで長い時間絵の具が乾かないんですね。さっきも言ったように水彩絵の具と違って、アクリル絵の具は乾いちゃうと水で濡らして再利用みたいなことできないんで、こうやって乾かすのを遅らせるっていうのもいい方法だと思いますね。それから陶器でできたパレットっていうのもあります。アクリル絵の具というのは水彩絵の具用のパレットにこういう風につけちゃうと洗い流すことが非常に難しい、もしくは不可能になってしまいます。プラスチックは削れちゃったりとかってなるんですけど、陶器だとツルツル滑って、アクリル絵の具が乾いてからも剥がれやすいということですね。で、それから陶器のお皿、これも同じ要領ですね。それから私はガラスのパレットを使っています。私がこれ気に入っている理由は、平べったいのでこのスクライパーでビーってね、剥がすことができるんですね、絵の具をこうやって。なので掃除がすごい早いし、使い捨てる必要もないので長年これを愛用しています。でもガラスっていうのは持ち運びが大変です。なので私が持ち運びで使っているのは、このお肉とか魚が入っていた発泡スチロールのトレーですね。私がこれが気に入っているのは、まあ食べ物を買ったついでに出てくるものだし、ここがツルツルなので私にとっては使いやすいです。あと結構私は忘れ物が多いので、なんかビニール袋とかそういうのパレットの代わりに使っちゃうこともあるんですけど、厚紙しか見つからなかった時は、厚紙ってどんどん水分吸っちゃうんで、すごい使いづらかったです。で、こんなちっちゃい絵描くときにパレットになるものもなくて、自分の爪をパレットにして描いたこともあります。なんかね、何でも使っちゃうんですけど、まあいろんなパレットがありますね。で、4つ目の必需品はバケツですね。必須バケツ、いろんな大きさのとかがあるんですが、大きい絵を描くときは私はこの大きいのを使って、普通の絵とか小さいのとこの小さいものを使います。これらは筆を洗うための専用のバケツなんですけど、別に専用じゃなくて水が入るものなら何でもいいと思います。で、100均とかでも普通に必須バケツ売ってて、そういうものでも全く問題ないと思います。私も持ち運び用に100均の折りたたみのバケツを使っています。それから筆拭き布ですね。私は今この古いタオルの切れ端を使ってるんですが、古い T シャツの切れ端を使う時もあるし、これは筆を拭くための布なので、ペーパータオルでもいいし、何でもいいと思います。で、これはあった方がいいものということなんですが、霧吹き、もしくはスポイトですね。何にするかというと、絵の具を水で薄めるときにパレットにこれでシュッシュってやって、あのスポイトとこちょこ垂らしたりして、主にパレットの上で絵の具に水を混ぜるために使います。で、次はパレットナイフですね。パレットナイフは筆の代わりにこうやって絵を描くこともできるんですが、私はほとんど筆を使います。私は主にパレットナイフをパレットの上で絵の具を混ぜるのに使っています。では次はアクリル絵の具で一般的に描くものといえば、紙かキャンバスかという感じですね。その他にも木の板とか、あとは革製品とか布製品にも描くことができます。でもまあ一般的なこの紙とキャンバスについてお話ししたいと思います。キャンバスといっても、こういう張りキャンバス、木の枠にキャンバスが貼ってあるやつがあるんですが、その他にもキャンバスボードというものがあって、ボードですね。それからキャンバスパッドというものがあります。キャンバス筋のこのシートだけに絵を描くって感じになりますね。こういうパッドも売っています。で、画用紙でおすすめしたいのは厚みがしっかりあるやつです。まあ画用紙っていうのは厚い紙なので、ちょっと今の言い方じゃ分かりづらいんですけど、水彩画用の画用紙で薄いやつがあるんですけど、なんか結構厚手のやつっていうのが売っているので、そういうものがおすすめです。まあ当たり前かもしれないけど、厚くてがっちりした画用紙なら描いた時にシワシワになるのを防ぎます。で、画用紙の上に塗る下地剤、ジェストですね。で、このジェストの選び方なんですけど、ここのところに SMLLL って書いてあるんですけど、このね、 S から LL っていうのは何かっていうのは粒子の大きさとかなんですけど、私も使ったことがなかったらわけがわからないと思うんですね。なのでこういう風に選択肢があったら、絵の具にしろ、ジェストにしろ、何にしろ、使ったことがないものはとりあえず標準っていうのを使うことをお勧めします。標準使っとけば
ちょっと違うの使いたいと思った時に違いっていうのが分かりやすいと思うんですね。なのでスタンダードとかミディアムとか標準とかレギュラーとか、まあ初めて買うものについてはそういうのを使ってみることをお勧めします。アクリル画を描くときに必要な道具についての説明だったんですが、水彩絵の具で絵を描くときはアクリル絵の具を用意する代わりに水彩絵の具を用意します。あと筆とかパレット、水彩絵の具用の筆とかパレットがあるのでそれを使うといいと思います。あと水彩絵の具で描くときはパレットナイフっていうのは特に必要ないと思います。あと油絵の具で描くときは、まあアクリル絵の具の代わりに油絵の具を用意するんですが、筆も油絵の具用の筆を用意して、私は筆を洗う、なんて呼ぶんだろう、こういうのを使っています。この底の方に油絵の具用の筆を洗う液体っていうのがあるので、それがちょっと入ってて、ここはね、こういう穴がいっぱい開いています。こういうのも売っていますし、これの代わりに学生の時はジャムとかが入ってるジャーですね。それに下に金属製の網を入れて、網戸の網みたいなやつですね。で、そこに引いて、それで筆を洗うんですけど、この穴が開いてる部分の底、網を引いたところでもいいんですけど、それよりもちょっと多めに液体を入れて、その液体で洗うんですけど、ちょっと時間が過ぎると汚れたものが下に落ちて、綺麗な液体が上に残るんで、その部分で筆を洗うっていった感じですね。そんな感じで用意するものっていうのは結構単純です。そんな感じで気軽に絵の具で絵を描くことっていうのは始められます。よかったら参考にしてみてください。というわけで今回の動画は以上です。長い動画になりましたが、最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントでいただけると嬉しいです。長い動画最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。